皆さんは、馬力やトルク、走排気量など、自動車用語の意味を十分理解していますか？不安な方は、ここで改めて確認して、カタログやスペック表を正確に読み取る力をつけましょう。特に、自動車の購入を検討している方は必見です。今回は、エンジンや駆動方式など、代表的な自動車用語についてご紹介します。1、馬力とは、馬力とは、一定の時間内における自動車のパワー総量を指します。カタログ等ではよく、最高出力と表記されます。馬力があるほど、パワーがあり、重い重量を動かすスピードが上がります。ちなみに、1馬力のパワーは、1秒間に 75kg の重さのものを 1m 持ち上げた時のパワーとされており、馬力を表す単位は、PS パーキロワットと表記されます。2、トルクとは？トルクとは、自動車のタイヤを回転させる力を指します。トルクが大きくなるほど、発進時の加速力が上がるため、坂道走行時などにトルクの力が発揮されます。つまり、最大トルクは、車の加速力で重量のかさむ車を停止状態から加速するための底力を示す数値です。3、走排気量とは？走排気量とは、エンジンが吸い込む空気と燃料量を表す数値で、一般的にエンジンの大きさを表します。排気量が大きいほど、一度に吸い込む空気量も多いため、エンジンパワーも強力です。特に、ハイスペックなスポーツカーや重量のある高級車など、大きなパワーが必要な車については、排気量も大きく設計されています。走排気量を表す単位は、リッターや CC と表記されます。4、駆動方式の種類。駆動方式とは、エンジンがどこに配置され、どのタイヤを動かしているかを指します。駆動方式には、それぞれ特性があり、走行性能に大きく影響します。その1、FF。FF とは、フロントエンジン、フロントドライブを指し、車の前部にエンジンを置いて、前輪を駆動させる方式です。前輪が、駆動と操作を行うため、スムーズな運転が可能です。また、荷重が前輪に多くかかるため、直進時の安定性に優れており、悪天候にも比較的強いという点が特徴です。代表的な FF 使用車、ホンダ、フィット。その2、FR。FR とは、フロントエンジン、リアドライブを指し、車の前部にエンジンを置いて、後輪を駆動させる方式です。主に、スポーツカーや、高級車などに採用されており、近年は、採用車種が減少傾向にあるようです。コントロール性や、加速性能に優れた、ドライビングが可能です。代表的な、FR 使用車、日産、フェアレディ Z。その3、MR。MR とは、ミッドエンジン、リアドライブを指し、車の中央部にエンジンを置いて、後輪を駆動させる方式です。主に、レーシングカーに採用されています。エンジンが、車軸間に配置されているため、重量バランスが安定しており、コーナリング性能や、制動安定性、運動性能などに、優れたドライビングが可能です。代表的な MR 使用車、ホンダ、NSX。その4、RR。
RR とは、リアエンジン、リアドライブを指し、車の後部にエンジンを置いて、後輪を駆動させる方式です。発進時、ブレーキ時の安定性や、パワー伝達性に、優れているという点が特徴です。代表的な RR 使用車、ポルシェ911。その後、4WD。4WD とは、4ホイールドライブを指し、エンジンパワーを4輪すべてに伝達して駆動させる方式です。2輪と比べて、パワフルな走行が可能で、オフロードや雪道などの悪路でも安定して走行できます。代表的な 4WD 使用車、トヨタ、ランドクルーザー。5、エンジンの種類。車の主軸となるエンジンも、いくつかの種類に分類されます。駆動方式同様、それぞれに特性があり、走行性能に大きく影響します。その1、直列エンジン。直列エンジンとは、レシプロエンジンの中で、ピストンがまっすぐ直列に並んでいるエンジンを指します。最もオーソドックスな構造で、自動車だけでなく、オートバイにもよく使われます。単純構造である分、メンテナンスに時間がかからず、特に直列6気筒については、最も騒音や振動が少ないという点も特徴です。代表的な直列エンジン使用車 BMW5 シリーズ。その2、V 型エンジン。V 型エンジンとは、エンジンを正面から見た時に、ピストンが左右 V 字型に並べられているエンジンを指します。軽量で小型という点が特徴で、8気筒エンジンや12気筒エンジンなども存在します。最近は V 型エンジン搭載モデルの数が増加傾向にあります。代表的な V 型エンジン使用車、フェラーリ F12、ベルリネッタ。その3、水平対向エンジン。水平対向エンジンとは、ピストンの向きが地面と水平に配置されているエンジンを指します。別名、ボクサーエンジンやフラットエンジンとも呼ばれます。直列エンジンや V 型エンジンは、ピストンが上向きに配置され、また上下に動くために振動が起こります。一方、水平対向エンジンは低振動かつ回転バランスに優れており、重心を低く抑えることができます。代表的な水平対向エンジン使用車、スバルレガシー。今回はエンジンや駆動方式などの代表的な自動車用語についてまとめましたが、いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。